なんで私が嫌がらせされなきゃならないのよ。地域ぐるみでハブるとか頭おかしいから。おかしい？バカね。それが村というものよ。アイリー、あなたは田舎をなめた。たっぷり後悔なさい。私がこれからするのは12年越しの復讐の物語だ。私は幸子。結婚を機に主人の田舎に住み始めた平凡な専業主婦だ。最初の頃こそ田舎特有の風習に戸惑いもしたが、一人娘にも恵まれた今は毎日を楽しく過ごしている。けれども私の穏やかな日々を脅かす厄災がある日突然人の形で舞い降りた。ママ、ただいま。お帰りなさい、サナエ。あー、いい匂い。今日のおやつ何？あ、ドーナツだ。やった。サナエの好きなドーナツ、揚げたての熱々よ。さ、手を洗ってらっしゃい。はい。小学校3年生になる娘のサナエは毎日学校から帰るとおやつを食べながらその日の出来事を話してくれる。あのね、今日は転校生が来たんだよ。転校生？新しいお友達はどんな子かしら。女の子、名前は須藤まなみちゃんっていうの。きっと新しい土地に来てまなみちゃんは不安でしょうね。仲良くしてあげるのよ。はい。都会から慣れない田舎に来るのは私がそうであったように誰だって心細いものだ。きっと次の保護者会ではまなみちゃんママに会えるだろうから私の方から声をかけてみようと、この時点で私は蜂蜜あえの角砂糖より甘い考えを持っていた。転校生のまなみちゃんを迎えてから初めての保護者会がやってきた。皆さん、お子さん方からすでに伺ってらっしゃるとは思いますが、先頃 3B は新しいお友達が一人増えました。つきましては須藤まなみちゃんのお母様をご紹介したいと思います。須藤さん、こちらへ。はい。え、まさか、嘘でしょ。まさか、ありえない。やめて、やめてよ。他人の空似に決まっている。今さらそんな。はじめまして、まなみの母の須藤愛理です。愛理、悪夢のようなその名を聞いた瞬間私は血の気が引いて倒れそうになった。どうして今さら。この度主人の転勤に伴い東京から引っ越してきました。こちらにはどのくらいいるか分かりませんが、よろしくお願いします。ああ、愛理は変わらない。ああやって綺麗な顔で人を見下すんだ。どうか、どうか私に気づかないで。大丈夫よね。12年も経って名字も変わってるんだもの。数にさえしていれば大丈夫。久しぶりね、幸子。天性のいめっ子は決して標的を見逃さなかった。保護者会の後、私は愛理から喫茶店に誘われた。行きたくなかったけど、私は蛇に睨まれたカエルのようにうなずいていた。久しぶりだね、幸子。高校卒業以来？そうね。は？何タメ口聞いてんの？ごめんなさい、愛理さん。そうそう、あんたみたいなどんくさいやつは人の100倍態度に気をつけな。そうですね。まったく旦那の転勤でこんなクソ田舎に連れてこられて最悪だよ。ここは暮らしやすいいい土地ですよ。すっとろい幸子にはお似合いの土地だよね。グズなあんたでもギリついてけるペースみたいな。おかげさまでこっちで友達がたくさんできました。へえ、お友達できたんだ。よかったじゃん。でもそう思ってんのはあんただけなんじゃね、パシリアさっちゃん。皆さんいい方たちで、こちらでは親切にしていただいてます。へえ、それで妙に強気なんだ。本当は平和な田舎暮らしに私が現れてビビってんだろ。高校時代の人間関係はいい加減終わりにしませんか。お互いもういい大人じゃないですか。あ、マジムカつくんだけど。幸子さ、うちのまなみとあんたの娘が同じクラスって分かってる？はい。あんたの態度次第じゃさ、黒歴史繰り返しちゃうよ。うちのさなえをまなみちゃんがいめると。まなみはえぐいよ。どうする、さっちゃん。愛理さんは何が目的なんですか。どうして今さら私に絡むんですか。あんたは昔みたく私の言うことに絶対服従。昔みたいに？とりあえずまなみのお道具袋に靴袋に給食袋、明日までに作ってきな。じゃあね。あ、ここの支払いお願い。大丈夫かい、幸子さん。マスター、お騒がせして申し訳ありませんでした。幸子さんは悪くないよ。相手の女、見かけん顔だけどよそもんかね。はい、先日東京から越してきた高校の同級生です。一応念のために聞くけど、幸子さんのお友達かい。違います。思わず即答してしまった。だってあれと友達と思われるくらいなら、鶏小屋のおんどりと付き合っていたと思われる方がマシだから。話詳しく聞かせてくれんかね。悪いようにゃせんから。でもその前にコーヒーを入れ直そう。すっかり冷めてしまったからね。ありがとうございます、マスター。マスターは私のためにミルクたっぷりのカフェオレを入れてくれた。その優しさに励まされ、
私は愛理のことを全て打ち明けた。なんて嫌な女だ。許せん。でも嫌がらせを受けていたのはもう12年も昔のことなので、ことを荒立てないで済むなら。甘い。ああいう少年の腐ったやつは徹底的に駆除すべきだ。幸子さんのことだけじゃない、俺の生まれ育った土地をクソ田舎だのなんだの好き放題言い腐ってからに。地元生まれ地元育ちのマスターはこの土地をこよなく愛している。そのマスターの前であんな話をした時点で、愛理は破滅への一歩を踏み出してしまったのだろう。幸子さん、俺に考えがある。あんたはもうこの村の人間なんだ。村はあんたの味方だよ。見つけたよ幸子。こんにちは愛理さん、何かご用ですか？気取ってんじゃないよ。あんただろ、うちに嫌がらせしてんのは。さあ何のことですか？しらばっくれんな。あんたが周りに指図してんだろ。うちにだけ回覧板回ってこないし、うちの前の地面ほじくられて生ゴミまかれるし、個人店が物売ってくれないとか意味わかんない。この前の喫茶店なんか出禁の上にコーヒーの請求書をしつこくポストに入れてくるんだよ。それはお気の毒ですね。ですが私は誰にも何も指図なんかしてません。ただ私たちが喫茶店でしていたお話をマスターが顔見知りのお客さんに話したかもしれませんね。そんなことぐらいで。アイリさんがバカにした田舎ではあっという間に噂が広がるんです。ぐっ、お前娘がどうなってもいいんだな。アイリさん、あなたと私の関係はもう昔とは違うんです。今の私は村の婦人会役員であり、学年保護者委員の一人でもあります。それがなんだよ。学年委員長の宮子さん、婦人会長のトメさんともに懇意にしています。たかが委員長に会長じゃん。てか町内とか婦人会とかダッサ。ねえアイリーさん、村八部って言葉ご存知ですか？な、知ってるけど。ここは都会とは違う。村八部がリアルにある世界です。はぁ、それで脅しのつもり？村八部とか江戸時代じゃあるまいし。でも実際に今とても暮らしにくいでしょ。まだまだ序の口ですが。これで序の口って、田舎を舐めてもらっては困りますね。そうそう、アイリさんのクソ田舎発言にトメさんが大変お怒りです。これで村の女性は全員アイリさんの敵になりました。あんた、あの時の会話録音してたの？いえいえ、録音なんかしませんよ。だって必要ないですから。どういう意味？それが真実でも偽りでも、土地に古くから住んでいる人間が信用される。ここはそういう土地です。え、ちょっとやめてよ、なんか怖いんだけど。私は昔のことを忘れたかった。でもアーリさんが昔を引きずるならば、私も存分に復讐します。ねえごめん、私も言い過ぎたよ。うちら友達じゃん。友達？誰が？それから私の義実家はこの辺り一番の豪農で、夫は農協役員です。これが田舎で何を意味するか、その鶏並みの頭でよく考えなさい。結論から言おう。アイリさんと娘のマナミちゃんはほんの数日前に荷物をまとめ村から出て行った。彼女は田舎の濃密な人間関係を舐めていたのだ。この狭い村で爪弾きにされたら、とてもではないがまともになど暮らせない。大雪が降る前に消えた判断力だけは褒めてあげよう。うっかり雪害で死なれでもしたら村のみんなの迷惑だから。今日は畑で採れたさつまいもで大学芋を作りましょう。12年越しの復讐を果たした私は、今日も晴れ晴れとした気持ちでさなえのためにおやつを作る。